クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢放課後編。今回は私立久井西中学校の女子バスケットボール部と野球部を紹介します。津市の西部の緑豊かな自然に囲まれた久井西中学校は、立陽地区と榊原地区の2つの小学校区から生徒が通学しています。全校生徒数は287名です。来年度は開校50周年目を迎えます。地域を愛し、夢に向かって心豊かにたくましく生きる生徒の育成という学校教育目標を掲げて、豊かな自然と地域の方との出会いを大切にする中で、生徒一人一人が輝く学校づくりを目指しています。1年生は熊野自然教室、2年生は職場体験学習、3年生は修学旅行と平和劇が主な行事です。生徒が中心となって、6月にはグリーン祭体育の部、10月にはグリーン祭文化の部を開催しています。また秋には地域の行事にボランティアとして多くの生徒が参加しています。今回の学校自慢放課後編で最初に紹介する部活は女子バスケットボール部です。こんにちは、私は久井西中学校女子バスケットボール部顧問の山口です。私たちの部活はほとんどが中学校からバスケットボールを始めた子たちで活動しています。各大会では1回戦2回戦で敗退するような成績で終わっていますが、一生懸命に声を出して練習に向き合っている姿を感じていただくと嬉しいです。試合に勝つことばかりを目的に活動しているわけではありません。礼儀作法を身につけてほしい、忍耐力を身につけてほしい、人に頼らず何でもやろうとする力を身につけてほしい、人の欠点が理解でき攻撃することなく陰でかばい合える部員であってほしい、人に優しく親切であってほしい、いつも笑顔がある練習試合ができる部員であってほしい、練習も試合も結果を大切にするだけでなく楽しむ気持ちを持ち続けてほしい、部活だけを頑張るのではなく学級や家庭生活でも頑張れる力を身につけてほしい、感謝の気持ちを持ち続けてほしい、以上のようなことを目的に指導させてもらっています。試合に勝つための部活動ではなく、人として大切なこと、それは人と人との人間関係が楽しい、あの子にはこんないいところがある、友達のいいところを素直に受け入れることができる、困っている仲間に何気なく手を差し伸べることができる、そんな力を身につけてほしいと願いながら毎日指導しています。こんにちは、私は女子バスケットボール部キャプテンの石川です。私たちのチームは1年生3人、2年生15人、3年生1人の計19人で活動しています。その中でミニバス経験者が3年生の1人しかいないけど、その分2年生と助け合っています。おかげでみんなとても仲がいいのが一番の特徴です。私たちは部活の始まる前に毎日雑巾がけをしています。これは体育館が使えることを当たり前と思わず感謝し大事にするという意味を込めて行っています。あと帰りの会終了10分後に練習を開始できるように準備を早くし時間を大切にしています。過去には県大会ベスト4を記録するなど県大会にもよく出場していたそうですが、
今はミニバス経験者がいなくて、県大会出場はここ 3,4 年ありません。津市の大会では1回戦を突破して2回戦で敗退しているのが現状です。ですが今後もっと勝ち上がれるように一生懸命練習していきたいと思います。自分たちはバスケットボールができること、自分たちを支えてくれる先生やチームメイト、そして親に感謝をする、感謝のバスケットボールと一生懸命さが私たちのバスケットボールだと思っています。まだまだ弱いチームですが、応援よろしくお願いします。こんにちは、2年生の大塚優です。練習が大変な時もありますが、毎日仲間と共に声を掛け合いながら元気に明るく練習に励んでいます。私たちの目標は勝敗にこだわらず、自分に自信を持ち精一杯のプレーをすることです。最近の練習試合では負けてばかりですが、3年生の先輩と一緒に試合ができるのも残りわずかなので、一つでも多く試合に勝てるように一生懸命頑張っています。続いて紹介する部活は野球部です。こんにちは、久井西中学校野球部顧問の村井です。我が野球部のモットーは目指せ一流野球人です。人として一流であれば、その人は何をしてもどんな分野でも一流であることは間違いなく、当然野球においても一流選手になる、そういうふうに考えているからです。そのため部員にはメンタル面の強化を第一に指導しています。日々の練習だけでなく生活全般においても、毎日の24時間を野球人としてプラスとなるように使っていこうと部員にはいつも言っています。長年の経験から、日常生活の中で培った人間力はほぼ全て野球をしていても大きな力となります。例えば大きな声で挨拶のできる人なら、グラウンドでも自然と大きな声を出せる。クラスでリーダーとして頑張っていれば、グラウンドでもチームを引っ張れる、そういうように。そしてメンタル的に強くなって、大きな舞台でも 120% の力が出せる選手、チームになってもらいたいと思っています。またフィジカル面や技術面においては、今年の4月から今一度基本に立ち返り、基本を大切にした練習を繰り返し行っています。地道でハードですが、基本なくして応用なしです。こうして夏の全国一、つまりてっぺんを目指すために、日本で一番我慢と辛抱のできるチームになろうと、顧問3人、部員27人がいつも声を掛け合って頑張っています。こんにちは、野球部キャプテンの北岡です。僕たち野球部がいつも心がけていることは、毎日の生活の中で人として成長するための努力と辛抱をすること。練習や試合などで選手同士や先生方とのコミュニケーションを大切にしていくために、普段から返事や会話をしっかりやっていくこと。野球をするために大切な道具をみんながしっかり手入れや管理をすることなどです。また4人の指導者の方に教えてもらっているので、他の学校よりも多くの技術や知識を習得できるという特徴もあります。毎日の練習は怪我の防止などのための体操やアップを入念に行っています。そして基本のキャッチボールなどもフットワークからスローイングまで徹底してやっています。
走塁練習はさまざまな場面を想定して積極的な走塁を意識して練習をしています。バッティング練習ではサンドボールを使うなど工夫を凝らした方法で行っています。練習試合などの後に見つけた課題は長い時間をかけて徹底的にその反復練習をし身につくまで行っています。こんにちは、副キャプテンの中西です。被災日中野球部は昔から幾度となく県大会へ出場するなど輝かしい伝統を持つ部です。今年の僕たちのチームも先輩方に負けないようにいつでも全力、最後まで諦めない、全員が声を出す、毎日の生活から自分を鍛える、これらの先輩方から学んだことを全員で日々努力しています。今のチームがスタートしてからの公式試合の結果は市民大会準優勝、津地区秋季大会3位、津地区春季大会では優勝し県大会に出場しました。こんにちは、副キャプテンの西尾です。僕たちのチームは全員がとにかく元気です。そして練習では真面目にメリハリをつけることによっていつも活気ある雰囲気を醸し出しています。また練習だけでなくいつもみんなが協力し合ったりいい声かけのできるチームでもあります。夏の大会を前に僕たち久井西中学校野球部の目標は全員野球、そして全国のてっぺんを取るです。この目標の実現のために今全員が必死に練習時間だけでなく日々24時間の努力をしています。皆さん応援よろしくお願いします。全員で全力出し切って、ありがとう。